今回お邪魔したのは4月23、24日に開催された安全安心ミーティング、通称アンアンミーティング。二輪愛好家が中心となって安全安心な街づくりを推進していこうというイベント。音楽ライブやバイク用品の出店、屋台などもありますよ。このアンアンミーティング、実はトモチーも初めてなんで、ちょっと一人やったら心細いんで、今日は助っ人を呼んでます。どうぞ。どうも、滋賀県住みます芸人のノーサイン北斗です。クッション伸び伸び、クッション伸び伸び、ペットボトルの祭りいいね。来て早々一発かましてくれたのは滋賀県住みます芸人北斗。お笑いコンビノーサインとして相方の乾と活動中。そんなバイク好き芸人でもある北斗とともにイベント会場へ。早速ひときわ目立つバイク集団が。え、やばい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 。え、ちょっと撮影中やけど行ってみる、ね、行ってみましょう行ってみましょう。これバイクパッと見てこれめちゃくちゃ気になったんですけど。そうですね、ありがとうございます。これカスタムやばないですか。デザインだけは全部自分でやって。え、デザイン自分で、これなんて言うんですか。彫金です。彫金、塗装じゃなくてこれ打ち込んでる、彫ってるんですよね。これホイールも気になるんですけど。 ありがとうございます。これ何インチですか。これ32です。 32? 32? 私のここ腰よりも、ほら、いや、すごやばい。やらしい話していいですか、はい、こちらのバイクちなみにおいくらの。2000万ぐらいです。2000万ぐらいします。2000万2000万、何悪いことしてきたんですか。ほんまや、もう復活すごい。これもすごいですよ。何何、あ、あ、オーナーさんいた。何や、これオーナーさん、これノーマルですか。これはカスタムしろよ。あ、カスタムしろよ。いっぱいしろよ。これは一つ一つ手で掘るな。手で掘る、掘ります。ちょっと私気になんねんけど、はいはいはい、手触っていいですか。これバイクもすごいけどさ、わわわわ、見て、ヘルメットぬかりない。これもっと早言ってじゃ。仕上げるのにどれぐらいの時間かかったんですか。それはこれかかる。どれ、なるほど、どれ。ここでともちんがあるゲームをしたいそうで。でもせっかくあんだけハーレー止まってるから、はい、ちょっと今からゲームしたいなと思って。ゲーム、うん、はい、やっていい、お願いします。はい、目指せ視聴者プレゼント、ハーレー5オープンチャレンジ。ルールの説明です。ハーレーのオーナーに声をかけ、1人目、2人目、3人目とカスタム費用がどんどん高くなっていけば成功。見事5人連続で成功すればライクアウィンドウオリジナルグッズをプレゼント。しかし失敗すると、もし北斗くんがミスったら、はい、ミスとろう。視聴者プレゼントは、はい、北斗くんの自腹でお願いします。自腹。僕今月ギャラ4万ですよ。吉本安いな。まずはともちんの愛車、カスタム費150万円からスタート。これよりも高いハーレーを見つけましょう。早速探しにやってきたキャンプエリアに何やら気になる車両が。150からの次はこれかなと思うんですよね。確かに気になるけど、はい、いきなり行く。ここでもしすごかったら次大変やで。大丈夫大丈夫、いっぱいあるから。せやな、いっぱいあるから。行きましょう。こんにちは。こんにちは。これあれですか、スプリンガーフォーク。スプリンガーです。めちゃめちゃ長い、なんか結構ぶら下がり師みたいな。いや、確かに、ね、この一番このカスタム費用がかかった場所、これどこか教えてほしいです。やっぱペイントフロントフォーク。フロント、これスプリンガーフォーク、ここも特徴なので。とカスタム費用を探っていたのですが、北斗があることに気づく。これもしかして、はい、ハーレーではないんですよね。ハーレーではないです。え、ハーレーではない、はい、ハーレー5アップチャレンジで初っ端からハーレー以外を選ぶという痛恨のミス。まさかの1台目で終了か。ハーレー5アップですけど、うん、もしかしてこれ ルール違反になっちゃいます。いや、でも OK じゃん。OK。 まさかの OK。
早速ゲーム性が崩壊しているが、先に進むためカスタム費用を伺いましょう。こちらのバイク、カスタム費用おいくらでしょうか？全部ひっくるめて、はい、400万。1台目はなんと400万円。先行きが不安だが、本当に大丈夫なのか。 CM の後もまだまだ続きます。褒めて伸ばすと話題の教習所にやってきました。実際に教習を受けてみます。天才ですね。褒めすぎですね。褒める、だから上達する。武田のおすすめデコ5つ、八重の里ドライビングスクール。サンフラワーは就航から50年を迎えます。太陽に守られて、これからも神戸、大阪から九州へ、フェリーサンフラワー。バイクライフ向上宣言、二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え。イベントも盛りだくさん。車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート。ライダーズスタンド二輪館。例えば記録映像、動画のことならバンズデコ、そしてお店や企業の PR も、動画のことならバンズデコ、もちろん商品プロモーションも、動画のことならバンズデコ、バンズデコ。ともちん考案ハーレー5アップチャレンジ。カスタム費400万円以上のバイクを探す2人。400より上で、なおかつそこまで上すぎない。塗装は多分めちゃくちゃこう凝ってると思うんですよ。5アップチャレンジを目指して選んだのはこちらのバイク。どこが金かかってますかね、一番。一番色じゃないですか。色、確かに、はい、これは業者で、まあ、業者というか仲間なんですけど。なるほど。椅子のシートのこの革も、ね、もうお金かかったぞっていうところは。ここがお金かかっては目で見えないんですよ。おお、目で見えない。来た来た、目で見えない。普通のPC88 よりは、はい、よく走ると。ではズバリ、こちらのバイクにかかったカスタム費用おいくらでしょうか？130ぐらいじゃないですかね。え、130ぐらい。2台目にしてまさかの失敗。本来ならここで終了だが、何やらワンチャンスあるそうです。いや、でもせっかくやから、じゃあちょっと、はい、ワンチャンスあげますよ。え、いいんですか？ギャグをするので今から。え、判定してもらって OK やったら、え、セーフということで。今日会った人に急にこの距離でするんですか？ほんまですか？シュパー、シュパー、シュパー、壁近い、壁近い、壁近い、狭いよ。どうですか？判定の方お願いします。いや、ありだと思いますよ。ありだ。なんか分かったのは、ワンオフパーツがあると急にボンと、ね、はい、上がる。あとはこう業者がやった塗装か、うん、自分でやってみた塗装かみたいな。カスタム費400万円以上を目指して見つけたのがこちらの2台。これが一番こうお金のかかってる場所やっていうところはどこですか？まあ、後ろですね。後ろ、あの長いテールですかね。ちょっとずつカスタムしていったんですか？いや、もう一気に一気に、はい、もうダーンと。ちなみにこの塗装は、はい、あのお友達のところで頼んだとか？まあ、知り合いでは知り合い。こちらの小田さん、塗装は知り合いのところでやられたので、そこもショップに出されて。あ、ショップ来た。ショップで、なるほど。ホイールも社外で。おお、元がその長さなんですよ。あ、確かに。あ、ここの深さが違う。深い。で、こっちもこっちも形状が似てるけど、こっちの方がありそうな。悩みに悩んだ末、選んだのはこちらの車両。果たしてカスタム費400万円を超えることができるのか。聞きます。ズバリこちらのバイク、カスタム費用おいくらでしょうか？500万。ありがとうございます。ちなみにこの隣の黒、カスタム費用おいくらですか？400ぐらい。やばい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 、かぶるとこやった。コツを掴んできた2人、次に選んだバイクはこちら。でも一
一番お金のかかってるのってどこの部分ですか？今回ここをちょっとプリジの部分を移植したんですよ。ここで色塗り替えたんです。あ、見えない箇所でカスタムとかもされてるんですか？フェンダーをちょっと23インチ、それを全部付け直して、ちょっとマフラーをワンオフで。そうですよね、このマフラーのセッションはハートにしてもらったんです。ハート、あ、ほんまや、ほんまや。これちょっと期待できるんじゃん。そうですね、このバイクのカスタム費用ズバリおいくらでしょうか？ということで見事チャレンジ成功。残すはカスタム費1000万円以上のバイクを探すだけとなりましたが、何やらともちんに心当たりがあるようで。これ最初のバイクじゃないですか？そう、ここに帰ってきたわけがあって、はい、気になるバイクがあるなっていうのを思ってて、はい、これの近くに、はい、絶対このバイク高いと思うね私。あ、これこれ、このミーティングの表紙でこのバイク見ましたよ。アンアンミーティングの表紙を飾ったこちらのバイク、こだわりを伺いましょう。聞くのもおこがましいんですけど、はい、どこが一番こだわってるとかあるんですか？全体のフルは、はい、アレンネスを意識して、はい、エスカルゴフェンダーから始まって、はい、1枚の板を丁寧に丁寧にこの形に叩き出した。花井の花の名前からの花の柄、はい、日当たりの時には蝶々が止まってる。確かに。あとはですね、このスーパーチャージャー。え、これスーチャー入ってるんですか？スーパーチャージャーです。これ夢のマシンみたいなもんですよね。そうですね、これはちょっと一旦ちゃうんかなって私は思うんですけど。いや、そうですよね、そりゃもう見ても日本一速いアート作品といっても過言ではないほど、見た目から走りまでこだわり抜かれたこちらのバイク、果たして結果は？ズバリこのバイクのカスタム費用おいくらでしょうか？税務署には内緒ですけど1500万円です。うわすごい、いった、いった、やった。ということで、はい、ミッションクリア。よっしゃー、半分達成でーす。いや、どうなることかと。いや、途中苦しかったけども、途中も苦しいし、僕の最初の選択これもね間違えました。はい、いや、でもこれで、はい、私視聴者さんにプレゼントができるってわけですよ。いや、よかった。こちらの方チェックしてください。チェックしてね。豪華なバイクとノリノリなオーナーと会えるアンアンミーティング、次回は皆さんもぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。今年は本当に熱いレースがやってくる。バイクアウンド GP2022 耐久クラスは満員御礼、引き続きスプリントクラスはエントリー受付中。ギター